そう、これ3ついるんで、はい、これだけ旬だよね。そうです、それだけで、はい、まあネジ山をまず潰して再生させます。はい、こいつで、はい、頭を、はい、まず潰して再生させます。はい、こいつで、はい、頭を、はい、変形させるのは変な話、要はなんて言うんだろう、こう花びらみたいに開いちゃっとるよな、はい、それを一旦鳴らしてへこまして元に戻してあげて、もちろんもうこのボルトは使わないけど、はい、緩めさせたいやん、はい、なんとかして、はい、で最終奥義で溶接して取るとかあるんだけど、どれやこれか、あれ違う、そっちの方、え、どれ、どれ、あ、そうです、これか、これ入るやん、これ入らんのだけど、はい、ああ、え、まあ、へこ、なんて変形したってね、はい、そこに、はい、無理やり入れるのよ。ああ、入ったやろ、入りましたで、あとは、はい、まあ多分工具でももう回ると思うんだけど、はい、まあこのもうそのそんないいやつじゃなくてショックドライバーってやつがあって、あ、はい、こいつでバーンいったらもうバーンやん、はい、なるほど、そうよいしょ、ちょっとで、はい、叩いたら、あれ、いったか、はい、お疲れさんでした。で、これはなんていうの、はい、俺は安いのをいっぱいストックしとって、はい、使ってる。なるほど、そう、工具もね、あー、 それで潰してもいいように、そう、潰してもいいようにってね。なるほど、そんな感じ。あれ、こっちは、こっちは色んでるんやろ。あ、そっちに入れます。はい、鍋の下のフロートチャンバーっていうところに燃料を貯めて、はい、あるお風呂の昔のお風呂のこう自動で止めるみたいな、はいはいはい、トイレの中の、ちょっとでも開けたら刺さるな、ジャリジャリっぽいもんな、中。そうっすね、嫌よね開けようか、開けますかね、はい、上手に取るの、はい、大変です。で、あんまあれなんだけど、ここをまず開くのよ。あ、はい、軽くね、はい、やりすぎると割れるんだよね。はい、まあ、アンチモンみたいなのができてるからさ、はい、やりすぎると割れるんだけど、はい、ちょっと開いて、はい、で技術関係をして、はい、でさっきはここにかけとったな、はい、ここじゃなくてさ、これ奥にかけてさ、はい、お、だいぶ来たでしょ。そうですね。で、これを、はい、繰り返しながら、あ、はい、あんまりすると割れるでさ、はい、感じるけどそう、おお、っていう感じに外します。ありがとうございます、うん、オッケー、はい、じゃあカバー外してみようか。はい、you
かまぼこの板で肉がない状態。やばいっすね、この段付き。とてもモトブログをやってる人のバイクだとは思えないな。このこれ映りづらいな、段差が。このなんかこういう加工してあるのかなと思うもんね。この減り具合。あ、ここね、旋盤でこうね、デザインでね。あそう、俺手が汚い。キャリパーも装着 OK やね。何がダメ？いや、これカットするんですけど、このグラグラが。あ、これね、ここの下にね、本当はね、板みたいなやつ。そうそう、板みたいなのが入ってるの。それに入ってないんだと思う。入ってないんだ。だからなんですね。そう。まあ、このレバーはね、言った通りこういうね、切れが悪いっていう。そうですね。これ買います。そうですね。まあ、見つかったかな。雉真のやつとか悪くない気がする。あ、そうなんですか。よし、じゃあちょっとお願いします。シャンって倒さないですか？なかなかないですね。シャンって倒さないですかね？いや、倒さない。今振りやろ。そうだったんですね。これめっちゃ軽いです。びっくりしました。前のやつも軽いと思ってたんですけど、火じゃないですね。うん、これね、うちで売ってるワイヤー割といいのよ。あ、
だからですか。だからなのと、あと組み方しっかりきちんと。やっぱ適当ですよ。適当ではないけど、もうワイヤーが古かったしね。ああ。古いのがもうダメだわ。カッチカチ。あ、ワイヤーここあるよ。これ。ここにもう一回捨てる前に見せようと。これ。これやばない。これちょっと握ってこれ。この硬さ。めっちゃ硬いですねこれ。プラスチックみたいでしょ。ふにゃふにゃだよ。あ、本当ですね。だからしなるからさ、スルスル動くのに。これは。これね。うん。はい、買いたかったんだよ。これも相談しようと思ったんですけどね。こんなワイヤーいかんでしょうと思って。すっごい。めっちゃ柔らかい。柔らかいよ。で、取り回しを、ちょっと長いのに変えて、はい、今回はもう、ちょっとこれでやってみた。割と遊ぶようにして、R を。そっちの方が。そうそうそう。それも、これ。それも関係ある。R をでかくした方が、そう。めっちゃ柔らかい。そう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 。これニュートラルって、うん、前より入りやすくてするんですか。まあ乗ってみたらでもいいんじゃない。そうそう、あとはね、こっから漏れるんだよ、どうしても。まあこの車外のワイヤーになっちゃうんだけど基本的に、はい、で一応対策してある、ここね、かしめたところにあのシール入れて伸縮チューブで固めて。ああ、なるほど。そうそうそう、一応ね漏れづらいように。でこの辺さ、一回油をさしっかり通してんの、この中だから、はい、一応拭き取ったんだけど、こっからじわっと垂れてくるのはちょっとごめん、はい、また拭いといてっていう、はい、一回油入れてるもんでさ、その油がねちょっとだけ垂れてくるかもねっていう。あれですね、あの整備編の、そうそう整備編の、そう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 、あれをもう一回やりたいなと思って、うん、やってくれたんですね。うん、めっちゃ柔らかい。そうそう、で車検持ってきてくれてる人はみんなこれをやって納車するの、2年に1回これぐらいの状態で。そのぐらいの状態で、あとブレーキもきっちり全部見て、はい、だから自分で通すと乗りっぱなしになってくるから、バイクのコンディションはどんどん下がるよね。まあ、そうっすね。で危険なところも知らないままになっちゃうから。そうっすね。だからパッドはもうやべえよっていう。まあ500、1000は俺はよく乗らんな。いやもうすぐ買います、うん、タイヤ決めたらすぐ。タイヤはちょっと悩みっていうか、まあ、いっぱいあると思うもんで、種類が自分で。そうっすね。いや柔らかい、マジで。うん、めっちゃいいでしょう。めちゃいいですよ。ちょっと今ね張り気味で組んである。ワイヤーって伸びるからさ、初期伸びで酔って作っとるじゃんね、糸みたいに、はいはい、だからちょっと伸びても今気持ち張り目、だからまあ次来た時にもう一回再調整はいつでもするから。うん、柔らかいです。うわ楽しみこれ帰り、うん、ここを一箇所舐めてましたよね、うん、舐めとったですよね、うん、あれこれ自分で一回やろうとして、うん、舐めた、舐め出してもう一回やって諦めたんですよ、うん、まあ、それはサクッと取れたよ、叩き方があるんだよ。あ、そうなん、ね、それもね動画撮ってある、一応バラさの LINE 来るじゃないですか、すぐ、うん、こんなんだよって、うん、バラされてたじゃないですか、うん、早と。あ、まあそん別に大したことねえよ、日常だわ。俺無理だったもんな。そりゃそうだよ、これ飯食ってるからね。そうですね、うん、で一応新芽のボルト入れといたから、こっちも舐めてそうだったからさ。あ、こっちもですか。うん、ありがとうございます。だからそこを変えた。あ、ほんとだ。うん、もう舐めてるとこだけね、他のボルトは使いましたよ、使えるやつだね。そうですね、うんうん、うわー助かります。そう、そのボルトもさ、ないんだよなかなか、このこれがこれ純正ボルトだからね、ちゃんとね。あ、そうなんすか。そうそう、わざわざ純正ボルト注文してさ。すごい、うん、変なボルト嫌やん、そこ六角とかついとったら。そうです、ね、トルクスがいいやん、ここ。そうですね、舐めるからさ、割としっかり作業しないと、適当にやってるとですね、舐め出しました。だろ、ちゃんとやっとるやろ。すごい、言われなくても全部やってあるやろ。さすがですよ。でしょ。めっちゃ効くようになったよね。だよね。圧倒的にタッチがもう変わったでしょ。グッと硬くね。タイヤがめっちゃひらひらする。そりゃそうでしょ。古かったもん前みたいな。何年前やったっけ。
アの入りもちょっと良くなったじゃん。そしてもうちょっとスルスルっと、うん、よく見るやつだ。